こんにちは、ホテル暮らし YouTuber のしずかです。今日はね、アドレスホッパー生活を始めて約半年経ったので、それについてちょっとお話ししていきたいと思います。チャタンに来てからもう2ヶ月経とうとしてるのかな。最初は4ヶ月ぐらい、那覇のね、牧師とか、新都心とか、そっちの方に滞在していたんですけど、そう、もうね、あっという間に半年で、正直なところ、沖縄に来た時、その4月25日は半年もまさか自分がいるとは思ってなかったですね。はい。で、なんだろう、チャタンに来てから本当にね、あの沖縄の魅力がもっと沖縄の魅力に触れて、なんかね、もうなんかずっとここにいたいって思うようになりました。すごくやっぱり街もバランスがいいというか、那覇にも車で20分ぐらいで行けるし、もっと北部のね、あの本部とか北部の方にも車で20分ぐらいで行けるので、あ、本部じゃないか、恩納村だ、恩納村の方とか、あのそっちの方まで行くとまた海の色がね、ブルーになって、すごい全然違う海が見れるんですよ。だから本当にバランスよくって、で、なんかこのチャタンのなんだろう、オーガニックとかビーガン料理が食べれたりとか、あとは隠れ家的なね、ちょっとお店があったりとかで、なんかそういうのがすごく好きで、私は結構このチャタンに来てからより沖縄の良さに触れました。はい、ちょっとね、チャタンの良さを語っちゃったんだけど、そう、頑張る詐欺、頑張る詐欺、頑張る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 詐欺。おで、アドレスホッパー生活、今ホテル暮らしもう半年経って、なんか最初は不便だなって思うことがやっぱりあったんですけど、半年も経てばね、すごいもう慣れちゃってあのいかに物を増やさないように、こう、はい、生活するようにしていて、荷物とかもね、買うんじゃなくて、実家から送ってもらったりとかで、洋服を入れ替えたりとか、小物バッグとか靴も入れ替えたりとかしています。で、ちょっとね、プチプラのものをこっちで買って、ワンシーズンだけ履き潰してとか着潰して、入れ替えるっていうような感じで、荷物の中をそんな感じでやっています。はい、なんかね、いつまでいるんだろうって最初の頃はね、聞かれるたびにちょっと見てみたいな感じでこう言ってたんですけど、今はね、もうなんかしばらくいたい、もう年内はいたいし、なんなら1年はこっちにいたいなって思うようになりました。はい、なんかゆくゆくはこっちの方で家とかね、マンションとか買えたら最高だなって思ってます。なのでちょっとね、私がアドレスホッパーを辞めるときは、アドレスホッパー家を買うっていうタイトルで YouTube を撮れたら、はい、やめるかもしれませんそういう終わり方かっこいいな。そう、アドレスホッパー家を買うっていうね、 YouTube いつか上げれるように頑張りますはい、そんな感じで6ヶ月目の心境なんですけど、まあまあ、でもまだね、まだまだ、アドレスホッパー生活というかホテル暮らしは続くので、はい、またなんかアドレスホッパーに関することとか、ホテル暮らしの、情報とか発信していけるようになったらいいなと思っています。はい、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。
今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバーイ。